皆さんお疲れ様です。スターライズと申します。今回なんですけれども、そうですね、3周年がようやくまたやってまいりまして、今回はですね、ガチャをそうですね来てるんで引いていきたいなと、まあ、思うわけなんですけれども、まずはそうですね、まずこちらの新人祭と、こちらの超超人祭のガチャが来てるわけなんですけれども、まあ、こちらの方が毎日、まあ10連無料で引けるんで、まずこっちを、まあ、引いていった後に、そうですね、こちら10連ですけれども、10連1回ですけれども、まあ、とりあえずは引いていこうかなという感じです。まあ、こっちの方は、まあ、もう中身はね、まあ、もう皆さんご存知かと思うんですけども、まあ、この3組が、その周年の3組、3人追加されたのと、一応6のキャラも出るという中で、もう上の2台ですよね、あの、灼刀のナルトとサスケ、こちらは自分持ってないんで、こちらも是が非でも欲しいかなと、いうところで、まずは、行ってみましょう。まあ、3組1体は、確定確かしてるんで、今回1体は、ゲットできるんですけれども、まあ、これでも美味しいですよね。灼刀を持ってない方がいたら、ありがたい限りじゃないんでしょうか。まずは来ましたか？確定枠で。はい、ナルトをいただきました。おかげになる。ありがとうございます。はい。まあ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 、そんなね、ガンガン。あ、これも多分持ってないかもしれないですね。ありがとうございます。これで4枚目ですかね。5枚目。6枚目。7枚目。なかなか無料でこれだけ、毎日弾けるっていうのは、なかなかすごいことですね。まあ、シャクトンキャラが僕は持ってないんで欲しいところではあるんですけれども、まあ、確かさっきのも、はい、そうですか。はい。ありがとうございます。そうですね。持ってなかったですね。とりあえずは、今日というナルトですかね。まあ、ゲットいたしました。というわけで、そうですね。こちら。新2歳のキャラですね、追加されております。もうこれはもう性能はさることながらですね、もう作画見ただけでやっぱりね、これもね、欲しいっすよね。で、まあ、あのツイッターの方でちょくちょく拝見させていただいてるんですけども、結構当たってらっしゃる方いてて、まあそうですね、まあ何十連とかいうよりも、そんなに回数重ねてないところでの、引きですね。まあ、あの10連で2枚引いてる方も中にはいらっしゃったりとか、そういうのも本当ね、羨ましい限りなんですけども、自分もそれに、乗っかれるような感じで、引いていきたいなと思います。お願いします。背景はまあまあ仕方ないっしょ。まあでも週末が来たらもう確定なんで、それはもうね、あれですもんね。違いますね、これは。はい、止水。3枚目。4枚目。まあ、0.4% なんで、なかなか厳しいところではもちろんありますよね。まあ、そうそう、石の方はガンガンもらえるはずなんで、まあ、このガチャに関しては、まあ、引けるかなと、いうところではあるんですけれども、ちょっと枚数がもうわからないですね。はい。これぐらいが最後でしょうか。ないっすね、これは。さすがに。まあ、こっちの方はもう完全に、まあ、爆死となりましたが、そうですね。まあ、23個、とりあえずまだあって、月も変わったりとか、報酬というか、まあ、そうですね、ログインボーナスとかで、まあ、もらえると思うんで、まあ、今後ですね、このガチャに関しては、あと、2日と18日になるんですけども、追っかけていきたいなと、まあ、思います。はい、まあ、3周年始まりまして、モチベーションが若干低下していた方とかも、まあそうですね、まあこのナルトとサスケ、まあもちろんゲットできればというところでもありますし、まあイベントも盛りだくさん来るということもあって、モチベーションも若干上がってくるのではないかなというところで、自分もそんな感じになると思いますんで、今後とも、動画出していきたいなと思います。よろしくお願いします。というわけで、今回動画をここで締めさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。